どうもダルです。今日もよろしくお願いします。今回は超耐久でアンチ入りです。最近航路が市街化を漁るルートになることが多いので超耐久する機会が増えました。三軒と綾鷹の集落が少し入ってるアンチです。家同士で挟まれた状態なので車線を切れる路地がなかなかないですね。次寄ったところで元の大抵路地取りしようと考えてますね。ロードで確認していなかったので今回はここを撮ってみました。今見るともうちょっと奥側でも良かったかも。皆さんならこういうアンチどう対応しますか？多分なんですが車を守れる土地も少ないですよね。次土地取りしなくても大丈夫なので思いっきり樹木にしてます。収縮開始です。もう少しだけ周りの様子を見ます。徒歩勢が抜かれましたね。よかった、引きに行こうとしました。廃車がいい感じにあるのでゲルジで組んでみます。組む前に裏のクリアリングだけ。スライダーって思ったらマルチメットチーンにしてますね。ここが言ったので何とかして取っておきたい。抜かれないよう動き回ってますが樹木気味に書かれているので伏せてまず回復するべきでしたね。落ち着くことが大切です。裏止められるのはまずい。アンチなんて先止めして守り抜くのって本当難しい。死んでしまいました。もっと冷静に落ち着いて立ち回ることですね。